教えてあげる。前で見てるあんたたちも一緒にやるのよ。それでは負けらったくんお願いします。キッで着席。いいですね、ありがとうございます。あそこの前でやってくれましたか。いや、何年ぶりの起立で着席でしょうか。皆さんちょっと動詞に帰りましたか。入ってくれてますね。さあ、それでは出席を取りたいと思います。皆さん大きな声でお返事よろしくお願いいたします。出席番号1番、あゆみくん。はい、元気いっぱい、ありがとう。さあ、出席番号2番、くぬ。はい、いました、ありがとうございます。出席番号3番、岡田くん。はい、出席番号4番、ゆうたんくん。はい、おっとっとっと、ちょっと学校っぽくない人いましたね、今。さあ、出席番号5番、よっしーくん。はい、いました、ありがとうございます。そして出席番号6番、あきば先輩。はい、先輩よろしくお願いします。そして7番、ユーミンくん。はい、かわいい、よろしくお願いします。そして8番、日直バケラットくん。はい、はい、元気いっぱいありがとうございます。そして9番、マルネコくん。はい、あん、猫ちゃん。そして10番、シャカゾくん。はい、はい、そして11番、高井戸の住人くん。はい、はい、そして12番、ダイタくん。はい、そして13番、ノボくん。はい、9番ちょっと遅刻してきたオディアルくん。あれ、何してる。見てましたよ、先生はよく見てるんですよ。さあ、このメンバーでお送りしましょう。今日もよろしくお願いします。さあ、早速ですが、今日はなんとここに転入生が来てるんです。転入生ご紹介したいと思います。皆さん拍手でお迎えください。どうぞ、まなちゃん。さあ、こちらが転入生のまなさんです。皆さん仲良くしてあげてくださいね。さあ、まなさん、あ、元気なお話、いいですね。さあ、まなさん、新しいお友達、一言ご挨拶を。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まなさんは熊本県出身の8月25日生まれ。地元熊本で美容師として順風満帆な人生を送ってきたのですが、幼い頃からの歌手になるという夢を追いかけることに決め、単身上京。現在は渋谷六本木のライブハウスを中心に活動中ということで、おしとやかさとド天然なキャラクターがリスナーから反響を得て徐々にファンを増やしております。では皆さん、まなさんをよろしくお願いします。席はこちらです。それでは CM の後に1限目始まりますよ。アーティストファクトリー。毎月音楽ライブイベントを開催していますアーティストファクトリーは、ソロボーカリストやユニットを対象としてライブを展開しながらメジャーデビューに向けたステップアップをサポートするリアルコミュニティです。ライブイベントのほか、
オリエンテーリングや打ち上げなどを通して新しい仲間やライバルと情報交換やコミュニケーションを持つこともできます。また優秀者は秋葉 .tv の情報バラエティ番組町宮亜子の教えてあげるのゲストコーナーで紹介するほか、業界関係者へ推薦します。ただいまアーティストファクトリーではシンガーやユニット等出演者を募集しています。楽しい仲間と一緒にイベントを盛り上げましょう。詳しくはオフィシャルサイト artistfactory.jp まで。アーティストファクトリー、町にあこの教えてあげる。さて、1次元目は音楽の授業です。じゃらららら、音楽、これ映ってるかしら、音楽です。さあ、この音楽の授業では毎月ライブイベントを開催しておりますアーティストファクトリーと連動して、その出演者の中から町宮先生おすすめのアーティストをご紹介してまいります。さて、その前にアーティストファクトリーとは何なのかご紹介しましょう。アーティストファクトリーとはメジャーデビューを目指すアーティストがステージパフォーマンスでそれぞれの魅力をアピールして、それが認められるとどんどん上のステージへ上がっていくんですね。そしてどん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 そのステージが上がっていくと持ち時間が増えていくという珍しい形のライブイベントですね。ありがとうございます。さすが天ニュース、気が利きますねはい、そのアーティストファクトリーで自分を磨き、デビューのチャンスを勝ち取ったメンバーもいますので、今後のアーティストファクトリーの動向に目が離せませんよね。はいということで、マナさんももちろんアーティストファクトリーのメンバーなんですが、はい、独特の存在感がとても話題になっておりまして、町宮いつもツン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 ってするんですけどね、嫌がられたりとかしてねとても面白い彼女を今日は第1回の記念すべきゲストにお迎えいたしました、はい、さて、マナさん、全部曲をすべて作詞作曲ご自身で手掛けてるということなんですけども、はい、その中で着歌配信が決まった曲があるとお聞きしたんですけども、はい、ありますね。あります。そうなんです、ありま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 す。はい、実は2月22日何の日でしたっけ。猫の日。そう、にゃんにゃんにゃん、わかりにくいですねこれ、にゃん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 222の猫の日に、六本木バニラムードさんでマナさんの初ワンマンライブ、マナの調子こいてミニライブ2011が開催されてまして、町宮先生もね行ってまいりました。ええ、天ニュースへのチェックでございます。そしてですね、その映像を今日お持ちいたしましたのでご覧いただきたいと思います、はい、その時にライブではたくさんの曲を聴かせていただいたんですけども、その中からその着歌配信が決まった曲をまずはご覧いただきたいと思います。ではマナさん、カメラに向かって一言お願いします。はい、3月30日ミュージックパスで配信始まります。辛い塗装です。聴いてください。どうぞ。Please, come on.
ます。はい、ありがとうございました。はい、まなさんの新曲ですよね。そうです。カラーイトーソーをお聴きいただきまして、次に流れてるこの曲の題名は、プリムローズです。プリムローズ、あ、私この曲好きです。ありがとうございます。こう最初にね、こう詩の朗読から入っていくんですけど、すごく幻想的でね、素敵な曲なんですけども、さあ先ほどお聴きいただきましたカラーイトーソー、こちらが着歌配信が始まるということなんですけども、はい、これはどういった風な時に作った曲なんですか？これは、東京に出てきて、はい、山手通りを、山手通りを雨の日歩いてまして、雨の日に、はい、したらちょっとふと小さい子お母さんが泣いてたところをちょっと思い出しちゃって、うんうん、でね、そんな感じで、ちょっとまとめ方がなんか今ちょっといい話出てくるのかなみたいな、うんうんってしんみり聞こうかなと思った瞬間ぐらいに終わっちゃいましたね。いい話すると噛み通すんで、そこちょっとあの言ったが、もうちょっと説明お願いしていいかしら。わかりました。ちょっとごめんなさい、転入生なんちょっと緊張してるからね。さあもう一回お願いします。テイク2です。どんな曲なんですか？こう山手通りを、山手通りを、はい、雨の日に、お母さん思い出しまして、はい、さあここまで来ましたよ。はい、じゃあここからいい話を、はい、はい、あなちゃんのちょっといい話、ちょっといい話を、お母さん、はい、お母さんのことをちょっと、もともと小さい頃からあんまり好きと思ったことがなくって、まあそんなことを思い出したらちょっと。今更ですが、お母さんのことを理解できるのは自分しかいないなと、そういうふうに思って、なんかすごい、何ですかね、まとめきれません。まただテイク2もそこか。とりあえずお母さんに対するすごい感謝の意味と、すごい何でしょうね、うん、すごい大切にしてるよっていうのを伝えたくて作った歌です。あんま言うと泣くんで、はい、この辺で。なるほど、ミス、なんとなく分かっていただけましたかね。なんとなく想像は、はい、あ、優しいですね。かなりうなずいていただいて、はい、そうですね、とにかくマナさんはですね、曲とか、まあ、いろんなことなんでしょうね、きっとこう人生に対していろんな思いを抱えてて、それを曲作詞作曲に込めていくんですけども、私あのワンマンライブ見させていただきまして、またねワンマンライブも泣くんですよ。大泣きなんですよ。しかもいつ泣き出すか分からないんですよね。普通に喋ってたマナは、ちょっとあの和田アキ子のモノマネしますとか言ったかと思えば、突然なんかでもまだね泣きてくれて嬉しいのって泣いててね、泣いちゃいましたね。そんなコンタでね、とっても可愛らしいマナちゃんなんですけども、でも喋りと演奏が本当雰囲気違いますよね。そう思いません？うん、同じですか？私はすごい違いますよね、やっぱり、うんうんって。何ですかあれは？何でしょう、何でしょうね、こう意図的に変えてくるとことかあるんですか？そんなことはない。なんだろう、結構昔からいろいろ経験してるんで、いろいろ経験聞きたいですね、はい、これから聞いていきたいですね、本当。やさぐれてた時期もありますし、こんなおっとりのマナさんがやさぐれてた時期があると、やさぐれん、やさぐれ、なんか今気まぐれみたいな、やさぐれ入りましたけど、やさぐれこういうね、すごいタイミングでボケてくるんですよね、本当に。やさぐれの時もありの、まあだいたいやさぐれなんですけど、いろいろ経験したことは基本的にやさぐれた、そう、やさぐれた経験が歌に出てきてると、うん、なるほど、はい、まあ、どちらかというと暗いというと表現は違うんですけども、うん、ちょっと深いというか、うん、ちょっと心の闇というか、そういう部分をちょっと照らした曲が多いですよね。そうですね。それがきっとそのやさぐれ時代から来てるのかなと思いますので、はい、そんなマナさんのやさぐれ、いや、その心の奥をついた曲、今後もお楽しみにしてください。さあここで1次元目終わります。音楽でした。アーティストファクトリー。
毎月音楽ライブイベントを開催していますアーティストファクトリーは、ソロボーカリストやユニットを対象としてライブを展開しながらメジャーデビューに向けたステップアップをサポートするリアルコミュニティです。ライブイベントのほか、オリエンテーリングや打ち上げなどを通して新しい仲間やライバルと情報交換やコミュニケーションを持つこともできます。また優秀者は秋葉 .tv の情報バラエティ番組町宮亜子の教えてあげるのゲストコーナーで紹介するほか、業界関係者へ推薦します。ただいまアーティストファクトリーではシンガーやユニット等出演者を募集しています。楽しい仲間と一緒にイベントを盛り上げましょう。詳しくはオフィシャルサイトアーティストファクトリー .jp まで。アーティストファクトリー、町にあこの教えて。社会科のお時間でございます。引き続きマナさんには番組にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いしま す。さて突然ですが問題です。じゃらん。私町宮先生はいくつでしょうか。年齢です。知ってる方はちょっと内緒に、知らない方はい、あなたいくつだと思いますか。25ぐらい。まあまあいいよね。もう一人が聞いたことかしら。はい、あなた26。ちょっと上がっちゃったわね。空気読んでくれる？もうちょっと考えてほしかったけど、まあそんな感じで27歳と5ヶ月11日、まあざっくり言いますとアラサーなんですね。はい。マナさんはおいくつで？あ、永遠の22歳です。はい、黙っていただきたいと思いますけども、はい、アラサーとはですね、英語アラウンドサーティをその省略して作った造語なんですが、日本語に訳すと30歳周辺、つまり26歳から34歳を指す言葉として使いたいと思います。なのでこの時間は現代を生きるアラサー女子、その中でも未婚のアラサー女子の生態について考察を深めてまいりたいと思います。現在アラサーの方、いたいたいた。さあ未来のアラサーの方、いたいた。嘘あ、ここにもいたそして、過去アラサーだった方いますよね、いますよね。そんなアラサーの生態、未婚のアラサー女子の生態を考えていきましょう。さあ第1回目のテーマはじゃらららん。インターネット上の某アラサーコミュニティで、こんなコミュニティだってアラサーコミュニティでこんな書き込みを見つけたので、その書き込みについて考えてみたいと思います。私が見つけた書き込みはこちら。結婚適齢期って誰が決めたんですか。この問題について考えていきたいと思います。はい、まず結婚年適齢期いくつだと思いますか。昔は25って思ってたんですけど30。なるほど。じゃあ適齢期とは何をもって適齢期だと思いますか。女の今マル秘ワード出ちゃいました。ちょっと今ご相談ください。その辺をポン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 と女の何かが飛んでますね。女の何かです。そこはちょっと突っ込まない方向でご想像にお任せいたしますが、はい、ここで、町宮先生こんなグラフ持ってきました。さあ映るかな、こっち映るかな。じゃらららん。こちらが年齢別非婚率ということで、国勢調査のデータなんですけども、ここが15歳、もちろん 100% 結婚していないんですが、どん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 未婚の非婚ですね、結婚してない人がグググっとここの辺ですごく下がってくるのを分かりいただけるでしょうか。この辺がいわゆるアラサーの世代ですね。 25% から35% なんですね。はい、これが自分で見ちゃうのね30歳女子で何パーセントの人が結婚してないと思いますか。え、30歳の聞いてます年齢者はそれだから困るわよね本当に。さあ30歳の女子の結婚してないパーセンテージ、パーセンテージ何パーだと思いますか。80。違う、30歳で 80% は結婚していないなるほど、
いい読みとは言い難いですね。ちょっとマナさん赤点気味ですけども、30歳女子の結婚してない割合は 39.9%、 これ数年前ですけどね、それ早いですよね。じゃあ問題です、男性で30歳何パーセントが結婚したいと思いますか。 50。 あ、いい線ですね、なかなかいいですよ、 54.9% ということなんですけどね。もうちょっと聞きたい数字ありますか。何歳見てますね。見ちゃってる見ちゃってる。まあ、あの大体80歳とかになってくるともう男性も女性も 1.1%、 3.6% しかいないという感じでして、こうですね、どうしても30歳の前後というのはもう結婚する人がドドドドドッと出てくる結婚ラッシュの時期なんですね。なので、まあ、この時期を結婚適齢期というのかなとは思うんですが、適齢期っていうのちょっと言葉が私は引っかかりましてですね、別に適した年なんかないんじゃないかと町見は思うんですよ。まだも思います。あれさっき30って嘘です。あのですね、こうよく男性からそろそろ適齢期なんじゃないのとか、そろそろ結婚した方がいいんじゃないのと突っ込まれることが多いんですけども、私もそろそろですね、田舎からもちょっと結婚とかいつするのなんて聞かれるんですけども、そんなことはいいじゃないかと私は言いたいわけですが、でもちょっとこちらのグラフをご覧ください。じゃららら、んこれが結婚に焦り始める年齢。見えますかね、30歳のところでこの青い線なんですけど、ここがグググって上がりますよね。これ30歳です。 15.8% の人は30歳で焦り出してしまうんですね。まあ、これですね、 20% ぐらいの方は、まあ、結婚に年は関係ないよと言ってるんですが、なんと 80% の方はこう焦ったりする年齢が出てくるんですね。焦ったりします。結婚願望ありますか、マナさんは。ないです。おお。ちょっと怒られましたね。ないらしいんですけども、皆さん結婚したい人、はーい、じゃあのいつかセッティングをしてお見合いでもね、結婚したいと思うんですよね、私は。でしたいと思ってる人もどうやら多いらしくてですね、結婚してない人に聞いたところ、結婚したいよって、結婚するつもりだよって答える男性 87% おります。女性は 90% おります。そんだけの人が、あの今結婚しないけどいずれはするんだよって思ってるんですよ。ただね、しかしですね、こちらのグラフご覧ください。年次別非婚生涯非婚率、じゃらららん、これがですね、生涯別国立社会保障人口問題研究所の調べなんですが、これ生涯非婚率なんですかっていうと、50歳の段階で1回も結婚してない人の割合です。はい、それがこれが1965年とかだと 1% とか 2% 3% ぐらいしかいないんですが、どん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 上がってきて、2005年にはもはや 7.25% の女性と、男性でいうと 15.9% は50歳まで1回も結婚しません。はい、こんなデータを突きつけてるんですけど私。それからですね、今アラサーの世代が50歳になる年代というのが2030年で、専門家の予測によりますと、この世代は女性が 22.6% はおそらく結婚しないと、そして男性でいうと 29.5% の方は50歳まで一度も結婚しないという専門家の予測が出ておりまして、つまり 90% の方が結婚したいと思っているのにもかかわらず、3人に1人は結婚しないという予測がされております。これどう思いますか。ちょっと暗い雰囲気になってきちゃったんですけど、ね、まあ、チミヤもちょっと暗い気持ちになるんですけど、だからあの親とかおじいちゃんおばあちゃんの世代を見てると、結婚いずれできるとするでしょうと思っているんですが、どん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 しない人が増えている現実なんですね。悲しい悲しい今つぶやきが聞こえましたけど悲しい。まあでも結婚をね、じゃあしなきゃいけないのかというと、もちろんしなきゃいけないということもなくて、特に東京ではあの結婚の年がどん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 遅くなってきてまして、やっぱお仕事とかに打ち込んでるとなかなか結婚ってタイミングが難しかったりしますよね、うん、しません？します。あ、うん聞いてます
この生返事が嫌いじゃないですか。まあそういうね、結婚についてなんてことがよくこうアラサー女子の間では語られるんですけども、男性もきっと語りますよね。語りませんか？街にはよくねそういう話をね女子から聞くんですけども、やっぱ結婚相手にいろんなことを求めすぎてしまったりとか、いろんなことをしていく中で結婚がちょっと難しくなっている現代社会、晩婚化、少子化、こんなことが続いてるんですけども、まあ、この町宮亜子の教えてあげるの社会の時間ではですね、そんなことについて実際の日本社会どうなってるの、そして今後どうしましょうっていう、ちょっとマクロな問題とミクロな問題と組み合わせて考えてみたいと思っております。はい、はい、横を見るとマナちゃんのこの癒やし系な感じで。でも結婚、そのさっきお母さんの話も出てきましたけどね、うん、やっぱ結婚って家庭を作ることですからね。家庭いろんな思い出があるとは思うんですけども、こう幸せな家庭を築いていきたいなと思います。はい。ということであと3分ということで、だいたいはしまう閉めるかと思いきやのあと3分ということで、まあ、これあの初回にありがちなね計算ミスって感じでね、結構まあまあまあ、まあ、まとめきっちゃった感じなんですけど、残り3分社会の時間、なんかこれからこんなこと聞きてみたいとかありませんかっていう無茶ぶりをしてみる私。もちろん聞き返される私。ですよね。じゃあ今日男性の方多いんですけど、社会の時間でちょっと町宮先生こんなこと聞きたいよなんてことがあったら教えてください。これも無茶ぶりですよね。よし、じゃあじゃんけん大会しようか。まあそんなこんなでね、はい、残り2分です。こんな感じであと2分過ごしていこうと思うんですけど。さあ、じゃあね告知します。さっきまなちゃんの告知できなかったから、ちょっと音楽に戻してまなちゃんの今後の、ね、告知なんてものを突然振っちゃいたいと思いますので、はい、ちょっと時間を遡っていただいて、はい、音楽の時間の最後の頭の中で編集お願いします、はい、どうぞ。はい、無茶ぶりなんですが、マナの歌う日を告知させていただきたいと思います。イエイ。3月12日渋谷のホームで8時20分から出番です。駅のホーム？あ、そう、あ、すいません、えホームっていうライブハウスです。駅のホームではございません。4月の21日が渋谷のジージというところです。あと5月は日程決まってないんですが、また渋谷のジージというところで歌います。あとなんと6月の11日が奄美大島のアシビというところで歌わせていただきますので、近隣の方は奄美大島の奄美大島までカモンということで、近隣の方、沖縄近隣の方いらっしゃいますか？見てますか？奄美に行きますよ。あ、いましたか？奄美まで行きますか？皆さん待ってます。奄美大島で待ってくれてます。はい、でも奄美大島行きたいですね。そうですよ、生バンド、キーボードもみんないるんで。何人編成ですか今回は？5人編成で、はい、だと思います。豪華バージョンですね。はい、じゃあそんな奄美大島のライブ、その他にもいろんな場所でのライブがありますので、皆さんそちらぜひチェックしてみてください。細かくはブログ見れば、はい、書いてありますかね、コブタログで、はい、ご覧ください。ブロです。それでは CM 行ってまいりましょう。どうぞ。アーティストファクトリー。毎月音楽ライブイベントを開催していますアーティストファクトリーは、ソロボーカリストやユニットを対象としてライブを展開しながらメジャーデビューに向けたステップアップをサポートするリアルコミュニティです。ライブイベントのほか、オリエンテーリングや打ち上げなどを通して新しい仲間やライバルと情報交換やコミュニケーションを持つこともできます。
また優秀者は秋葉 .tv の情報バラエティ番組町宮亜子の教えてあげるのゲストコーナーで紹介するほか業界関係者へ推薦します。ただいまアーティストファクトリーではシンガーやユニット等出演者を募集しています。楽しい仲間と一緒にイベントを盛り上げましょう。詳しくはオフィシャルサイトアーティストファクトリー .jp まで。アーティストファクトリー、町にあこの教えてこうちょっとあれでもお客さんはバッチリみたいな、はい、生徒たちいいですよ皆さんその調子でいきましょうね。さあそれでは3次元目保健体育のお時間ですが、とはいっても町宮体育苦手なんです。私運動神経良さそうって言われるんですけど、めちゃめちゃ悪いんですよこれが。あのクラスで一番足が遅かったりとかしちゃうタイプなんですよ実はですね。マナさん足速いですか？50メートル走、6秒台。すごい。私50メートル、いやすごい。私50メートル10秒切れません。早歩きより遅いから。なんでかね今までねできないんですよね。包帯の丸がなんか丸がセーフだ。あ、札ですね。札がね、なんか見当たらないんですよ。どこにどこにみたいな、何枚しかどこにどこにということで、ここに保帯って書いてあることをイメージしていただければいいかなと思う。進行しましょう。はい、ではですね、保健体育は体育私教えられませんので保健の授業にしたいと思います。さあ、解いても解いても解けない人類共通の難題、それは男女の問題。同じ人間でありながら同じようには生きられない、そんな男女の関係についてお勉強していきましょう。今日は町宮子の教えてあげる公式恋愛相談窓口にお寄せいただきました悩める男子のご相談にお答えしたいと思います。はい、マナさんも一緒にお答えしていただけますか？ はい頑張ります。頑張ってください。それではお一人目、匿名希望さんからのメールを読ませていただきます。こんにちは町宮さん。こんにちは。悩みを聞いてもらえますか？もちろん。さあ、僕には今最近付き合い始めた彼女がいます。いいですね。町宮も欲しい。はい。私もってこっそり。さあ、2人の関係は良好でとても仲が良いんですが、一つだけ気にかかっていることがあるんです。何でしょうか？彼女は帰国子女なんですが、今まで付き合った相手が全て外国人の方らしいんです。ぶっちゃけて日本人って夜の生活があまり評判良くないと聞きますし、かっこ笑い、それ笑いしかない僕で満足できてるのかなって不安になる時があるんです。僕の気にしすぎですかね。町宮さんどう思いますか？ということで町宮お答えしたいと思います。勇気を持って、はい、ちなみにマナさんどう思いますか？いやもうしょっぱなからすごいの来ましたね。驚きです。驚きですよね。まあそういう感じで交わしていただければいいかなと思います。はい、では、持ってきましたグラフをご覧いただきたいと思います。こちらです。じゃらん、世界の性生活、うん、これですね、下の横軸、頻度、年に何回するのと、夜の生活をするのという話です。そして縦軸が性生活の満足度、そしてこの点々はですね国名ですね。だからどの国がどれだけ平均で年にうんうんをしててどれくらい満足を覚えているのかというグラフなんですが、これですね一番こっち側が、つまりは一番回数の多い国、これが年間で138回。138回ってことは週何回ですか？計算難しいですね。なんか算数得意な子。138回、140として12ヶ月だから月に10回以上ありますよね。12回ぐらいってことは
週に3回ぐらい、週3ぐらい、素晴らしい、週3ぐらい、すごい。そしてこっちの上ですね、これが性生活の満足度が一番高い国、ベルギーです。ベルギー、ベルギー素晴らしいですね。そしてこれ残念なここなんですけども、性生活の満足度が一番低い中国。回数は悪くないんです意外と。回数はしてるんですけど満足度は低い。中国はあまり行きたくない、ごめんなさい。さあ問題です、日本はどれでしょうか。皆さん、皆さんどれだと思いますか。今答え見ましたね、ちらっと。得意ですね。やっぱり答えはチャララララ、日本これです。これ辛くないですか、男性諸君。一番低いんです。満足度は中国よりはちょっと上なんですけども、回数なんと45回年間に、まあ大体週1ぐらいですか。週1もあれしてない、私また算数が苦手な松宮先生。45回、月に週1ぐらいですか。周知やってないやってない。ビビー秋葉先輩、やってないってことはどうですか。もうちょっと、ま、あ、月に2回ぐらいということで、ちょっとですね、そんなことがありの、まあ確かに日本男児がちょっとそういうところ、うん、夜の生活ちょっとって言われちゃうのはそういうところかなって町民は思うんですよね。うんうん、乗っかった。でも言いたい、でもここで私はね、この匿名希望さんに言いたいんですが、そういうデータはあるけれども平均値なんて関係ない、関係ない、そう、俺は違うと、それでいいじゃないかと思うんですけどね。そうですよね、本当に、うん、ただそういう傾向があるので気をつけろと。気をつけなきゃいけないけれども、愛があれば大丈夫、満足しますよ。そうですよね、はい、頑張れば、頑張れば、頑張れ、頑張れ、あ、それいいですね。じゃあそれ匿名希望さん頑張れ。そこでいいのかな。私も真剣に考えてますからね、真剣に考えた結果、あの国によって確かに違いはある、傾向はあるけれども、結局は個人の問題です。そこには負けず、データに負けず、データ出しておきながら言うけど負けず頑張ってください、はい、気合いです、愛です、夜のうんうんは愛ですから、そちらでカバーしてください。カバーなのかな、気合で頑張ってください、はい、はい、それでは次の質問、これで解決してますかね。またメールください。お願いします。解決しなかったらメールください。さあ、はい、それではもう一人行きましょう。町宮先生、どうもどうも、ケンチッチと言います。はい、ケンチッチさんですね。町宮先生にアドバイスをもらいたいなと思ってメールしてみました。もし嫌じゃなかったら教えてほしいです。今いい感じになっている女の子がいて、何回か2人で食事をしたりしたんです。おお。それでそろそろ次のステップに進みたいわけですが、誘っていいものかどうか躊躇しています。なるほどなるほど。彼女も僕のことに好意を持ってくれているような気もするのですが、断られるのが怖くてなかなか誘えないんです。女の子を誘っても良さそうな OK サインってありませんか、ケンチッチより。ということで、モアさんどうですかね、 OK サイン、 OK サイン、 OK サインも何も、何をためらってるのかが、おお、いいですね、ためらわずに行けと、行けと、誘えと。はい、なるほど。でもこれ男性的にはきっと誘いたい気持ちは山々なんだけど、うん、一度断られるとその後がちょっと2度踏みが3度目、うん、4度踏みになってしまい、ちょっと関係が悪化するのをきっと恐れてちょっと臆病になってしまうので、うん、一度たりとも多分失敗したくないんですよね、男性陣。結構うなずき、これ大きいですね。本当ですか。はい、代弁書してます私。そうなんですか。そうらしいんですよ。いや、でも私の知り合いは弾丸のように行けと、ダンス知り合いの、まあ36歳にしたんですけど、弾丸のように行ってなんぼだと言ってます。弾丸のように誘えと、はい、マシンガンのように誘えと、はい、でも断られたら次行けって言ってます。断られたらじゃあ誘って次のステップに進みたいとお誘いして、断られたら次の女に行っちゃうんですか。違うんです、
断られてもまたダンあのマシンガンですよ、はい、打ってもらってやっぱ一般打つやつだ、ババ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 打ってで、もう本当もう相当嫌われるまでもう行っちゃったらもう次行くしかないって言ってます。はい、それは受け売りですよね。はい受け入れでお答えいただきましたけど、はい、でもすごいですね、その肉食ですね、うん、完全なるね。でも最近ほら草食系男子が増えてるって、皆さん草食肉食どっちですか？肉食だと思う人手挙げてごらん。あ、いたわいたわじゃあ自分草食よっていう人手挙げてごらん。いましたよ。でも合計2人しか上がってないんですよねどういうことなの？ちゃんと授業に参加してる？雑食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 、まなさんの地形ですか？私また聞きますかちょい肉食ちょい肉食ですねでもちょっとまあちょっと問題に戻すと、はい、あの OK サインってありませんかってことなのでちょっと考えてみたんです。マチミアも、うん、これ女の子がこんなことしたらきっと OK サインなんじゃないかっていうのをちょっとリサーチしてまいりました。うん、何個か持ってきたんですけど、1、一緒に食事に行ったりその後お酒飲んだりしますよね。そこで女性がまず終電の時間を気にしない、これ結構納得しません？あの絶対帰るぞって決めてる女性は常に例えば11時ぐらいに飲んでる時とか、私何時だからって先に言うんですよ。私何時だからここ何時に出れば間に合うよねとかっていう会話が絶対行われるんですけど、うん、それがまずないってことですね、これで。逆に私何時だからって言われたらちょっと一瞬ちょっとあ帰る方なのかなぐらいに思ったんです。でもそれを聞きながらももう一回押してほしいっていう女子もいるので完全に諦めちゃいけませんよ、そこで。まだね、それまず一個、うん、あとねもう一個私持ってきたのは、なんかいつもそんなこと言わない女子なのに、こう例えば街にはお酒強いんですけど、例えば2杯ぐらいカシスオレンジ飲んだぐらいで、あーもう酔っちゃったって言い始めたらちょっとどうかなみたいなあれみたいな、あれ今日酔うの早くないみたいな、やたら酔っちゃったアピールをする女子、これ結構 OK サインだと思うんですよねあれそれはダメ言わないですかね。私ちなみに普段だともう焼酎6でなんか10杯ぐらいいっちゃうのでこれねあれなんですよ、こうねなんかこう酔わせてどうこうしようとかいう男子がね先に酔うんですよね。はいはいはい、甘いよ考えがおほほほあとね何個か持ってきたんですけどね、あこれ結構私あるだと思うんだけど、話の中でこういろんな話するじゃないですか、その中でやたらと例えばなんか、え何々君ってえ趣味は何なのとか聞いて、例えば何か言ってください。カラオケか、カラオケパス。趣味何なの読書、え、どんな本持ってるの、見たい本だなみたいな本棚いや本棚見たいはさすがに言わないけどなんていうの、こうやたらと彼の部屋の中にあるもの、例えば一番やりやすいのは、うん、やりやすいだってあれなんですよ、あのペット、例えば猫飼ってるんだ犬飼ってるんだみたいな時に、猫ちゃん見たいみたいな、なるほどそんな感じの振りがあるとそれ絶対的に誘って OK ということで、ケンチッチさんご納得いただけましたでしょうか。いただけたということで、それでは CM どうぞ。アーティストファクトリー、毎月音楽ライブイベントを開催していますアーティストファクトリーは、ソロボーカリストやユニットを対象としてライブを展開しながらメジャーデビューに向けたステップアップをサポートするリアルコミュニティです。ライブイベントのほか、オリエンテーリングや打ち上げなどを通して新しい仲間やライバルと情報交換やコミュニケーションを持つこともできます。また優秀者は秋葉 .tv の情報バラエティ番組町宮亜子の教えてあげるのゲストコーナーで紹介するほか、業界関係者へ推薦します。ただいまアーティストファクトリーではシンガーやユニット等出演者を募集しています。楽しい仲間と一緒にイベントを盛り上げましょう。詳しくはオフィシャルサイト artistfactory.jp まで。
Artist Factory。街にあこの教えてあげる。はい、それでは最後の4次元目クラブ活動です。イエーイ。ということで転入生のマナさんの生ライブ皆さん見たいですか？これから歌っていただこうと思います。マナさん準備よろしいですか？はい、大丈夫です。はい、それでは皆さんお聞きください。この前の2月22日のワンマンライブのために書き下ろしましたこの新曲です。マナさんでウィング、どうぞ。その羽は更に大きく、この広い空向かって羽ばたいてる。闇に惑わされくじけそうな君、太陽は沈んじゃってもまた昇るから、キラリヒラリふわり笑う顔、それで十分明るい空、先行く道ない空に迷っても、その羽はうまく風に乗れるから、その壁にぶつかり落ち込んだ君、君は強くもないけど弱くもないよ、キラリヒラリふんわり笑う顔、それで十分広がる空、金色の粉が降り注いでいる、この硬い地に花が咲き乱れるように、
とうございます。はい、ありがとうございました。マナさんのウイングお聞きいただきました。そして先ほどですねご紹介いたしましたカラーイトソーが、はい、あのいつからでしたっけ。3月30日ミュージックバスから配信になります。よろしくお願いします。はい、皆さんぜひ作歌をダウンロードしてくださいね。よろしくお願いします。本日のゲストマナさんでした。ありがとうございました。はい、さてホームルームのお時間です。本日の街みやこの教えてあげる第1回目いろいろありましたけど皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。これ必要。ありがとうございます。次回のゲストも豪華にあゆみちゃんという方がお呼びしてるんですけども、あの今日のオープニングテーマも歌ってくれてる彼女なんです。今日はですねスタジオに遊びに来てくれてますのであゆみちゃん紹介したいと思います。あゆみちゃんどうぞ。イエーイイエーイイエーイ。じゃあ私の妹分あゆみでございます。あゆみです。イエーイ。じゃあ一言皆さんに、再来週は私1ゲーム目から参加、1ゲーム目から1ゲーム目から投稿しますんで皆さんもぜひ投稿してきてください。待ってまーす。待ってまーす。ありがとうございます。とにかく元気いっぱいなあゆみちゃんですからね。はい、まあ、来週はちょっとあのちょっと保健体育の時間はちょっと多分口数少なくなるかと思うんですけども、ね、沈黙な感じでなるかと思うんですけども、はい、まあ、その他多分私より喋るかなついてきます思いますので皆さん来週もぜひご覧ください。そしてですね次回のスタジオ観覧希望の方は番組公式ホームページがございまして http://akiba.tv/oshi_ete/ が番組の公式ホームページでございます。推しは OSHI SHI のものになります。なので教えて http akiba.tv 教えてで番組の観覧のご予約ができますのでぜひそちらご覧ください。みんなアメブロやってますね。明日からだそうですよ。あ、明日から販売しますので明日からです。皆さんご予約お待ちしてます。待ってます。待ってます。そう、この後はですね30分間ご出演者と、はい、あの非公開で交流会もしたいと思いますのでぜひ次回皆さんお越しください。来てください。投稿してきてください。投稿してください。はい、さあアメブロは町宮アコもやってるしアメブロ綱島あゆみ、綱島あゆみという名前でアメブロやってます。はい、アメブロがコブタログで、コブタログでマナのみんなにハッピーをニョロンニョロンニョロンコブタログ。じゃあ検索するときはカタカナでコブタログで検索、コブタログで検索をお願いいたします。はい、今日の感想ちょっと怖いけどどしどしお待ちしてます。はい、さあそしてあの恒例のあと3分ありますのではいはい、これ今日何持ってきてくれたのかな。これは昨日ブログに載せた豚うさぎです。見てください。はい、豚うさぎ見てくださいちょっともう少しこう説明してもらっていいですか。あ、そこはもうあのまたブログに書くのでお楽しみっていう方がいいかなと思いまして。はい、わかりました。じゃあ尺はあまり埋まらなかった方向ですね。あ、はい、豚うさぎですあと2分ってことで告知も一回ぐらいします。戻っちゃったらダメだねじゃあ、あ、街にはもう告知があるわ。アーティストファクトリー次回がね、今月、はい、3月28日です。28日の月曜日です。月曜日です。はい、すいません、タオが出てきてますけど大丈夫ですか。転入生に任せきりですわ。これあゆみも出るし、はい、松宮も出るし、まくちゃん今回はお休みお休みなんですけども皆さん会場来ていただきたいなと思います。はい、もしくはまたブログどっちでも書いてあるよね。はい、書いてあります。はい、亀戸の柳さん、はい、はい、柳さんってアルファベットで柳さんって言うんですけども亀戸の柳さんでアーティストアクティブライブもございます。はい、こちら1000円ですからね。はい、とてもあのお気楽に、お気楽に楽しくやってます。はい、お気軽に来てください。はい、楽しくやっております。はい、さて今日振り返ってどうでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです保健体育がありがとうございます保健体育お楽しみいただけましたか。はい、楽しかったですね言わせてる感じからねさあそんな感じでいい感じになってまいりましたのでそれでは次回も再来週ですね3月23日水曜日の8時から生放送です。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。